こう汗をね拭いながらね、福井州で怒ってたんです。いやいや馬場さんすいません。怒ってるのもモノマネでやる関根勤さんも結構勇気ありますけどね。格闘家が好きな人います？でも僕その時代の K-1 が結構見てましたね。あ、でもなんか、その前で行くと、アブトラザ・ブッチャーとか好きだったんですよね。あ、ブッチャーいいですよね。いや、あの人の本を読んで、この人超面白いと思って。ええ。なんか、いつの間にかいなくなっちゃいましたけど。そうですね。あの当時のプロレスは割と好きでしたね。なんか毎週毎週欠かさず見てて、ね。じゃあ、馬場さん、猪木さんのところも見て、年齢的にはギリギリ。ただ僕どちらかというとその日テレ全日を見てる派だったんで、猪木さんの新日派ではなかったんですけど。あの時分かれますよね。まあでも馬場さんもやっぱ変わった人でしたよね。そうですね。僕はね、馬場さんはね、僕が21の時に番組に出て馬場さんのモノマネしたんですよ。はいはいはい、はい、それで馬場さんの水平チョップっていうのがロープにこう飛ばして帰ってくるところをプーってこうやるんですよ。はいはい、これだけだと面白くないんで、僕はちょっと脚色しちゃったんですよね。マシンガン水平チョップっていうのを作っちゃったんですよ、勝手に。ほいほいほい。それで、ロープに投げた、帰ってきた、シュポポ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 。何回も言うのね。そうなんですよ、マシンガンだ。はいはいはい。そういうものまねとかやってたら、ある時、プロレス中継が終わって、ちょっと時間があると、馬場さん放送席に来て、今日の自分の試合を振り返るっていうのがあるんですよ。はいはいはい。倉持アナウンサーが、ババさん、最近ババさんのモノマネをしている人がいますけども、どうお思いですかって言ったらね、ババさんがね、こう、汗をね、拭いながらね、不謹慎です。怒ってたんですよ。その怒ってるのもモノマネでやる関根勤さんも結構勇気ありますけどね。もうね、怖く、すごくそれね、テレビで見ててね、はいはい、俺のことじゃんみたいな。イエーってね、もう油汗かいちゃってね。もう絶対馬場さんに会わないようにしようと思ってね。はいはいはい。で、ある時ね、日本テレビもね、フジテレビのモノマネをしましてね、番組対抗、フジテレビは何て言うんですかね、隠し芸大会だったんですけども、日本テレビは番組対抗隠し芸大会をやるっていうんですよ。はあ、番組で対抗するんですね。はい、そうそう。で、僕はカックラ近代放送のチームで出てて、で、馬場さんは全日本チームで出てたわけですよ。はいはいはい。そうするとね、それも全部 VTR 撮ってあるんですけども、出演者は全部ね、ホテルのね、大きい部屋にね、こう、いるんですよ。それで、カックラ基金のテーブルから2つぐらい離れたところに、馬場さんがいるんですよ。いらっしゃるんですね。僕はもうね、もう音響の術ですよ、もう。僕は見えないように。僕はいません。ここに存在していませんっつって。誰も関根とか言わないでください、みたいな。そう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 。そうやって逃げてたんですよ。そしたらね、はいはい、ある時ね、僕が40歳、もうちょっと言ってたかな、笑っていいとものを増刊号っていう収録、日曜日だけの収録があったんですよ。その時に馬場さんがいらしてて、ゲストだったんですけども、僕はジャイアント馬場さんの真似なんかしたことないって顔してインタビューしてたんですよ。もうどうせ何年も経ったから覚えてないだろうと。そうそうそう。馬場さん、責任と申しますね。どうもよろしくお願いしますって言って、で、馬場さんも普通に喋ってくれてて、なんかいいなと思ってたら、隣にいた女性アナウンサーが、僕が真似してることを馬場さんが不愉快に思ってるってことを知らなかったんでしょうね。はいはいはい。よかれと思って、そういえば関根さん、馬場さんの真似やってますよねって言ったら、それまで、柔和な顔してた馬場さんの顔がキューッと僕はね、シュポポポなんて言わないよ。もう青ざめましたよ。シューッと。いやいや、馬場さん、すいません。僕勝手にマシンガン水平チョップって作っちゃったんですよ。つって。で、いや、本当でも馬場さんはこう、親指でここをね、汗を取りながら、そうですね。僕はね、それは似てるよって言われた。お許し得たんですよ。っていうか、馬場さんはじゃあ一応関根さんはモノマネやってるって分かってた上で、知らないふりしてインタビュー接してくれてたってことなんですか？いい人なんですよ。お互いその大人な感じでやってたのに空気読めないアナウンサーが。そうそう。馬場さんはね、本当にいい人でね、馬場さんの悪口言う人は誰もいません。あ、確かに。素晴らしい人です。